私は1年4組の花園羽香里です。その名前で呼んでくれたら嬉しいなって。今日はいいお天気ですね。計画通り。ちなみに我が家ではおでこのほか唇も当てて熱を測りますがご了承ください。キャバクラにもないような異文化。あのこれ私が作った卵焼きなんです。食べてみますか。なってきた。